ティム・ケイヒル、ティモシー・フィリガー、ティム・ケイヒル、1979年12月6日帯は、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー出身のサッカー選手、インディアンスーパーリーグ、ジャムシェードプル FC 所属、元オーストラリア代表、ポジションはミッドフィールダー、ホワード、カー・ヒル、ケイヒルと表記されることもある。オーストラリア代表では、 ワールドカップ4大会とアジアカップ3大会に出場。同国代表の通算得点記録の保持者である。アイルランド系イングランド人の父とサモア人の母の間に生まれる。1997年にシドニーユナイテッドからイングランドのミルウォール FC に移籍。エースとして活躍し、2003から4年シーズンにはミルウォールを FA カップ決勝にまで押し上げる原動力となった。 ミルゴールには7シーズン在籍し241試合に出場して58ゴールを記録。2004から2005シーズン開幕前にエバートン FC に移籍。移籍金は150万ポンド。エバートンでの1シーズン目は主にセカンドトップとして起用され、チーム最多の13得点を挙げる。この年、エバートンは4位でリーグを終え、チャンピオンズリーグ出場権を獲得。以降、 2006年11月及び2007年3月に大きな怪我に見舞われて長期の戦線離脱を経験するも8シーズンにわたりエバートンの攻撃のようとして活躍リーグ戦226 22試合出場で56ゴールを決めた通算では271試合66ゴールを記録する活躍をした2012年7月メジャーリーグサッカーのニューヨークレッドブルズへ移籍した 2013年には MLS ベストイレブンに選出された。2015年2月2日、ニューヨークレッドブルズとの契約を解除し、翌日に上海緑地に加入した。リーグ戦では28試合出場11ゴールを記録。2016年2月22日、中国、スーパーリーグの甲州緑城に完全移籍した。リーグ戦では17試合に出場し、 4ゴールを挙げていたが、同年7月にわずか半年で契約解除し退団した。2016年8月11日、A リーグのメルボルンシティに加入することをメルボルンシティの公式サイトで発表した。契約期間は2019年までの3年契約となっている。オーストラリアのクラブでプレーするのは、 ユース時代の1997年以来、約19年ぶりということになった。ケイヒルは、加入に際し、クラブ公式サイトを通じて、僕は、メルボルン式と契約でき、信じられないくらい興奮している。理想的な場所だよ。僕は、クラブと、オーストラリアサッカーの発展の両方のためにできる、限り貢献したいとコメントした。2017年12月6日、 出場機会を求め、契約解除し退団した。2018年1月29日、ミルウォール FC に移籍した。母がサモア人であったことから14歳の時に U-20 サモア代表として OFCU-20 選手権に出場。日韓ワールドカップの際には、ミック・マッカーシー監督からアイルランド代表入りを勧められたが、当時のレギュレーションにより断念した。 2004年3月30日の南アフリカとの親善試合でオーストラリア代表デビュー。同年5月31日のタヒチ戦で代表初得点を含む2得点を挙げた。2006年ドイツ W 杯オセアニア予選では MF ながらも得点王となった。2006年のドイツワールドカップのグループステージではグループリーグ初戦の日本戦後半53分から 途中出場し、84分に同点ゴール、89分に逆転ゴールを決めた。2009年6月17日に開催された、南アフリカ W 杯アジア最終予選の日本戦でも2ゴールを決めている。南アフリカワールドカップでは、初戦のドイツ戦で、バスティアン・シュバインシュタイが後ろから倒し一発、退場。試合は4から0で、ドイツの勝利。 出場停止明けのグループリーグ第3戦のセルビア戦では先制点を挙げ勝利に貢献したがオーストラリアはグループリーグ敗退となった2011年アジア杯では決勝で日本に敗れ準優勝自身は1ゴールに止まったブラジルワールドカップでは6月18日グループ B 第2節のオランダ戦で大会のベストゴールとも 言えるような素晴らしいダイレクトボレーを左足で決めた。試合は2から3でオランダの勝利。この試合でイエローカードを受ける遺跡警告による出場停止でスペインとの最終節に出られなかった。2018年大会終了時でワールドカップ通算5得点は AFC の選手としては単独最多となっている。FIFA 2017のチリ戦で 代表通算100試合出場を達成した。2017年10月10日のワールドカップアジア予選、プレイオフセカンド、レグのシリア戦では、同点ゴールに加え延長戦で、決勝ゴールを挙げ、オーストラリアの大陸間プレイオフ進出に貢献した。またこの決勝点は自身代表通算50得点となった。2018FIFA ワールドカップ終了後に、代表引退を表明した。 上背性はないが、高いジャンプ力を活かした、正確なヘディングを武器とし、ペナルティエリア内で、相手の脅威となる選手。基本的には、攻撃的なセントラルミッドフィールダーとして起用されるが、決定力を買われて、セカンドトップやストライカーとしての出場も、少なくない。2008年12月には、エバートンのストライカー陣が、相次ぐ故障で不定したため、一トップとして起用され、 三試合に得点、マージーサイドダービーでの同点弾を含むと期待に応えた。ゴールを決めると、コーナーフラッグに向かって、シャドーボクシングをする、ゴールパフォーマンスを見せる。サモアとアイルランドの血を引き、弟のクリス・ケイヒルは、サッカーサモア代表のキャプテン。エバートンサポーターからの人気は絶大で相性は、タイニー、ティム、チビのティム。一方で、 ミルウォールへの愛着も深く、2006年1月に FA カップでフルスから決勝ゴールを奪った際には一切ゴールパフォーマンスを行わないことで敬意を示した。日本代表から通算で5ゴールを挙げており、特に先日の2006ワットハイでの2得点も含まれることから、日本メディアからは日本キラー、日本の天敵などと呼ばれる。 ケイヒル自身も2016年10月11日のワールドカップ予選日本戦を前に自身のインスタグラムで2006ワットハイの写真をアップし挑発するなど日本をお得意様として意識しているが一方で南アフリカ W ハイアジア最終予選のホームゲームで自らの2点のゴールで日本を下した際には日本は良いチームだよ昨日は中村が出ていなかったから とリスペクトを示した。2011年アジア杯において決勝で日本に敗れた際も敗者ながら日本の表彰式前に日本選手全員までがコーチや監督のアルベルトザッケローにとも握手を交わして日本の優勝を祝福した。国際 A マッチ103試合50得点2004年対通算楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。